うな丼は、日本の丼料理。丼鉢に盛った白飯の上に、うなぎのかば焼きを乗せたもの。江戸、東京の郷土料理とされる日本料理の一つである。うなぎ飯、マムシとも呼ばれる。また派生料理として、うな重がある。丼鉢に飯をよそってタレをかけ、うなぎのかば焼きを乗せる。地域によっては、上からさらに飯を盛り、うなぎを覆い隠すこともある。 薬味には、粉山椒、箸休めとしてならつけなどの漬物、肝水などが添えられる。丼という名称であるが、陶磁器ではなく丸型の漆器のワンが使用されることも多い。タレは、醤油とみりんを主として作られ、多くの店では、少しずつ継ぎ足しながら大切に使用される。うなぎから出る油や旨味、焦げた皮や炭の香りが加わることで、コクや深みが生まれ、 老舗ならではの味へと熟成されていくという。山椒の粉は食べる直前に振りかける。山椒は、油の多いうなぎを、さっぱりと食べるための工夫であり、消化を助けたり、泥臭さを消す効果があるとされる。国産のうなぎが高値であるため、うな丼の値段も高く設定されている場合が多い。値段に幅はあるものの、安いものでも1000円台。 高いものだと一万円を超すものもある。これらの理由から、高級な日本食イコールな丼を思い浮かべる人も多い。丼飯の歴史の中で最も古く、文化年間に誕生したとされる。由来には、諸説あり、宮川星雲の、俗字百高起源には、境町の芝居小屋、中村座のスポンサー大久保いまがかば焼きが冷めないように、 どんぶり飯の間に挟ませて芝居小屋に届けさせたのが、うなぎ飯の起源と書かれている。この大久保今助による、うなぎ飯の起源となったのは、茨城県龍ケ崎市にある牛久沼である。ただし、青ネギ道東保の、新助新のかつらには、著者の幼少時に吹き町の裏長屋で、うな丼が売られていたとの記述もあり、大久保以前に、同じような工夫をしている人がいたことが、 過去の文献からはわかっている。江戸時代のかば焼きはタレをつけて焼き上げた血焼きだったが、明治時代になると焼く過程で蒸す方法が取り入れられ、大正時代には蒸す技術が確立された。そうすると、飯の間にかば焼きを挟むと二重に蒸すことになり、東京では中入れタイプのうなぎ飯は姿を消し、現在のようにうなぎはご飯の上に乗るようになった。うな丼の始まりの頃は、 焼いたうなぎが冷めぬよう飯と飯の間に挟み、飯の上にも乗せるスタイルが一般的であったが、江戸のうなぎは蒸して柔らかく仕上げるため、身が崩れやすく、次第に、飯の上にうなぎを乗せるのみとなっていった。これに対し、関西ではあらかじめうなぎを蒸すことがないため、身が崩れず、その結果半の間に挟むスタイルが現在に至るまで残ったとされる。明治時代になると、 うなぎ飯は、うな丼とも呼ばれ、間もなく、うな丼と略称され、名が定着した。さらに、うなぎが、重箱に盛り付けられるようになると、うな重と呼ばれ、うな丼よりも見栄えが良いことから、うな丼の人気をしのぐようになった。うな丼は、うなぎ飯とも呼ばれる。江戸時代後期の風俗を記した、森貞満公には、京都大阪では、眩し江戸では、 うな丼飯の略として単に、丼という故障が一般的であったと記されている。近畿地方では、うな丼のことを、まむしと呼び、まむしなどの字が当てられることもある。語源は、うなぎ飯がなまったとする説や、飯に、うなぎやタれをまぶした、まぶしから転じたという説、うなぎを、飯の間に挟んで蒸らす胃の、ままむしもしくは、まむしに由来するなどの説がある。 どんぶり鉢や重箱でなく、イーびつに盛り付けたもののことを、近畿ではひつまむし、中京地方ではひつまぶしと呼んでいる。ヘビのまむしとは、無関係であるが、これに由来するとする俗説が語られることもある。うな重食器として、重箱を用いる場合は、うな重と呼ばれる。うな丼との違いは、器のみであるが、うな丼とうな重の両方を置く飲食店においては、一般に、 うな丼よりもうなぎの量が多く、キモスや小鉢などの付く上位メニューとして位置付けされている。うな丼やうな重には、上や特上といったランク付けがあるが、これはうなぎの量の違いだけで、質は基本的に変わらない。これはうなぎの仕入れ先が通常は一箇所からのみであるためで、産地の異なるうなぎを用いる場合はその旨が突起される。 うな重とは、ご飯とうなぎのかば焼きを、下から、飯、うなぎ、飯、うなぎと交互に重ねる、うなぎ重ねを意味したという説もある。うな丼は、駅弁としても定番であり、特に一大産地である、浜名湖に近い浜松駅の名物として知られる。駅弁として売られる際には折り箱に入れられるため、うな丼やうな重ではなく、うなぎ飯、うなぎ弁当と表記される例が多い。 うなぎ校内閣の逸話のもととなった、うなぎ割烹和田のうな重。ありがとうございます。